7月31日23度、もう今朝はだいぶもうすっかり日が昇ってます。一旦秋になったと思われた空ですけど、まだ今日は夏っぽいかな。ちょっとマイクいろいろ試してるんですけど、このクリップ付きマイクっていうのが今出発する前にAmazonで頼んでたのがちょうど届いてたので、今初めて試しています。すごい安いくていいなと思って、ちょっと今試し撮りしてみたらきちんと、まあ、撮れてたんですけど、風防ウィンドジャーマーがついてないから、もうこれあれだな、外ではちょっと使いづらいかなと思います。で今は、3階の滝にある立花コーヒー店のくるみメレンゲ、もうあれを今週ずっと夢見て過ごしていたので買いたいと思うんですけど、235銭こんな感じで混んでます。たくさんあったらもう全部買い占めたいぐらいだけど、やっぱり1個ぐらいは残しとこうかな。やっているでしょうか。やってますね。やってます。うわー、これこの間買ってったら信じられないぐらい美味しかった。ありがとうございます。これしかないですもんね。うん、こんにちは。すごい美味しいですね。びっくりした。じゃあ後から来た人にないと申し訳ないので、これ5個もらってみます。5個でいいですか。はい、これと同じぐらいびっくりするぐらい食べといた方がいいものありますか。あ、まあ、全部そう言ったら全部かもしれない。そうですね。正直一番最初に何の期待もしないでパクって口に入れてびっくりした時のような衝撃はないけど、これミニトマト1キロ入って500円、これは安いでしょ。野口北湯沢ファームっていうから野口観光さんのあれか。ニセコ駅前の裏側でずっと気になってたところ、木屋さん、薬膳カレーのチキン。飴とか発芽玄米、クッキー、米粉。薬膳カレー、グルテンフリーです。この水菜はここで循環させて育てた水菜だそうです。ダブルスーパーフード、幻の発芽、黒鮮極、大豆、豆乳、プラスチアシード。うん、手加減ないっていう感じ。手加減してないぞっていう感じですね。すごいな。ヨーグルト、発芽大豆ヨーグルト。あ、これは適当な量でいいですか。適当にかけて、このまま食べても美味しいです。あ、これをね、うん、まずこれ後でね、うん、かけていただいて、後でね、豆腐みたいになります。あ、大豆なんですか。あ、そうかそうかそうか、うん、こんなの食べたことないないですね、多分ね、うん、これお土産でもいいですし。 ありがとうございます。ここで食べられてもいい。いや、じゃあうちの父親こういうの好きだから持って帰って。あ、そうなんだ、うん、これは健康マニアの父に持ち帰ります。普通の白い大豆のチーズ。あ、こっちは黒鮮度。これなんだろう、これどうやって食べるんですか。これ自体なんかチーズ
これね、パンに乗って食べてもいいですし。溶けるんですか、これ熱加えたら。もう溶けるっていう、溶けるっていう感じではない、うん、もう少しあのクリームっぽくなるかな。じゃあ今度アイガモも食べに来よう。まあ、アイガモね、これね、うん、秋がいいのかな、やっぱり関係ないのかな。あ、関係ないですね。もうあの10月のところなんだろう、アイガモ農法してるから、うんうん、そんなカモさんね。雪屋さんで、あそこはデイリーフリーとかグルテンフリーとかビーガン対応のもの、あの全部が全部じゃないですけど、グルテンは全部対応してるのかな、グルテンフリーは。でデイリーフリーも対応してるのかな。あの一部お肉があるんで全部がビーガンではないんですけど、気になってたけど、まさか10年も前にやってたとは。薬膳カレーも、いや、あの地味深くて一口食べてうわー美味しいっていうものじゃないんですよ。スムージーはもう完全に本気のスムージー、あの健康食品としてのスムージーで、ま、罰ゲームマットまでは言わないですけど、ほんと黒千石のあのいった味がうわーっと口の中に広がるような、そういうスムージーでした。だからバナナが入ってたりとかキウイが入ってたりとか、飲みやすくて美味しいっていうものじゃないけど、すっごい力出そうなスムージーでした。次はあのアイガモは、アイガモ農法で育てたあの稲が刈り取ってから締めるみたいなので、でその締めてから少し冷凍した方がお肉が美味しくなるっていうから、まあ、秋とか冬かな、アイガモをいただきに来るのは。いろんな人いるな。